噂を見るほど反動でもらえるのコーナー行ってみたいと思います。で、今回はですね、ここもチャンネルさんでございます。ということでね、このチャンネルはひらがなですね。ひらがなですね。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、ひらがなで。これね、カタカナだとね、カタカナだと、カタカナ多いんですよね、チャンネルね。これ十三角なんです。だから CH にしてもこうなるんで、十三角なんですけども、これ、ひらがなの場合はこれ十四角になりますからね。はい。果たして、ここもチャンネルさんの運命はいかに、これをこっちに選択することによってどうなったのかね。こっちが良かったのか、こっちが良かったのか。ね。これでわかります。ここもさんの場合。こうはね、カタカナに書き換えるんで、こうは二角、こうも二角、もうは三角で、これね、合計七角ですよね。名前に関しては七角、とてもいいです。これ独立運ね。独立運の大吉数。お見事！すごいですね。素晴らしい。ね。はい。からのチャンネルですよ。自分のペースで頑張っていけるっていう数字ですよ、これ7はね。はい、ということで。合計21画。ね、等量運。大吉数。お見事！チャンネルひらがなでよかった！これね、もしカタカナとか CH にしたらどうなるか。ここが20画になって最大強数になるとこでした。なるとこ出したで、なるとこでした。ねえ、よかったですね。こう、さすが。持ってますね、やっぱりね。ここもさんの持ってます。だから、こう、うまいね。こう、行くんですよ、こうやって。ね。大吉数、大吉数。ね。本当に、草薙強ぽんさん見てます？大丈夫ですか？草薙ジャパンさん見てます？大丈夫ですか？引っ張る、引っ張るよ。ネタとして引っ張りやすい。ねえ。こういかないと、うん。あんまり言うと怒られそうなんで、これぐらいにしておきますけども。ここも、チャンネルさんのリンクの方はね、下の説明欄の方に貼っとくんで、またね、見てくださいって感じでございます。あとですね、僕も私も見てほしいという方は遠慮なくね、コメント欄に書いていただければね、時期早、なる早で、ね、ちょっと頑張っていきたいと思うんで。っていうか、いい名前だから、短く終わってしまったね。でもいいからいいか。それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで。まさかミリオファでした。バイバーイ。